여러분 안녕하십니까? 오늘은 この 本을 取り上げます。 この 本의 112페이지, 113페이지. 회의 もうすぐ 終わるからね. 丸. 일본어文 としては これだけなんですね. 本当は待っていてねっていうことを一番言いたいんですけども, それを言わないでおくっていうのが まあ 日本語らしい表現. これを韓国語でどう訳すのか. 116페이지. 금방 회의 끝날 테니까. まあ、訳としてはもうこれで十分なんですけども、どうも韓国語としてはこれでは座りが悪いような気がするんですね。韓国語としてはここは一番言いたいことをストレートに言ってしまうと、금방회의끝날테니까가면안돼と、ここまで言い切ってこそなんか韓国語らしいような感じがするんですね。日本語は言い切らないで、言わないことでかえって強く伝えようというようなところ、で韓国は言いたいことはストレートにズバッと言っちゃう、まあそんな、2つの言語の違いがこういうところにちょっとあるのかなっていうふうに感じました。皆さんはどういうふうに思われますか？